じゃない、うん、ありまして、うん、グラマーじゃないですか。ああ、だからアイドルはグラマーじゃなきゃいけないって。アイドルは、グラマーなのがいいな。正統派、だから、ある意味は正統派だよっていう。正統派だよ。はい。で、白馬の黒い服に出てくる女性たちってのは、まあ物語が、なかなかね、シビアな事件があって、そこ謎に向かっていくっていうようなところがあるから、あれなんですけど、まあ主人公の少年に言い寄ったりする、ね、年上の女性とかも出てくるけど、まあそんなにぼよよんぼよよんっていう感じではなくて、わりかしみんな、シュシュッとした感じかなって。そうですね。一線で仕事してる女性なんで、まあ、そういうところあんまりは強調しませんよね。うん。で、仕事してるところしか出てきませんから。でもなんか女性を描くときっていうのは何かこう、これだけは表現するって決めてるポイントとか、なんか僕の描く可愛い女性とか、素敵な女性のポイントはみたいなのってあるんですか？これは、自分には手に負えないなっていうタイプです。描くときは描く。男に都合がいいタイプを、にならないようにしようとか、ありますけどね。割とね、少年漫画で女の子主人公にしたっていう点ではね、僕なんかは早い方だと思うんですよ。うんうん、例えばそうでしたけど、うんうん、少年サンデーに書くきっかけになった、夜道の短編も、女の子主人公でしたし、うんうん、その僕が書き始めた頃っていうのは、だいたい女の子のキャラクターっていうのは、色付けだったの、ね、作品の、うんうん。花ではあるんだけれども、うんうんうん、お飾り的な、あれが。具体的に活躍するキャラクターではない。あ、そうそう、ね、そう。そうですね。で、具体的に活躍したっていいじゃん、みたいな。うん、じゃあ、それはその中もずっと、女の子のキャラクターについては、そういう手に負えるようなタイプじゃない方がいい。都合のいい女じゃつまらないっていうのは一貫してるから。一貫してると思います。実生活においてはいかがなんでしょうか？生活の話はやめましょう。お忙しいですからね。ね、そもそもね、振り回されてる暇もないということでね。あれいや、手に負えないですよ。そうですか。まあ、なんか何が飛び出すかわかんないから、置かないから、これで聞けないことに。ということで、お時間となりました。4回にわたって、漫画家、結城まさみさんのお話を伺ってまいりました。久しぶりのラジオ出演はいかがでしたでしょうか？緊張しました。もうずっと4回緊張しっぱなしです。で、これでまたね、帰って、もうすぐ今日もまた書き、書かなきゃいけないということで。はい、4週にわたって結城まさみさんの話を伺いました。本日ご紹介した作品はすべて番組のホームページに情報を掲載しておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。ということで、漫画家の結城まさみさんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。週刊本ナビ。今週のブックマーク。さあ、今週のブックマークのコーナーです。私が気になった本を一冊ご紹介。久々のタイトル買いなんですよ。新潮新書の本で、村久俊彦さんという方が書いてますね。タイトル買いですよ、タイトル買い。ね。フランツ・リストはなぜ女たちを失神させたのか。出ました。なぜホニャララはホニャララなのかシリーズっていうのよくありますよね。なぜさ、サウダケアは潰れないのかとか。なぜなんでって買っちゃうみたいな。最近そういうの多くてね、私はホニャララはなぜホニャララなのかって書いてあったら買わないなんて言ってたんですけど、引っかからないぞみたいなね。まんまと引っかかってですね、タイトルでなんでなんでそんな変身したのと思って。買いました。フランツ・リスト、リストって言ったらね、まあ、超絶技巧のピアニストで、ね、ショパンかリストかっていうね、人ではありますが、すごい。で、写真もね、皆さん、まあ、帯にもこのリストの写真があるんですけど、多分ね、見せられれば、ああ、こんな顔してた、そういえばっていうね。まあ、要は、とてつもなくイケメンなんですよ。例えばね、彼、で、あれなんですって、それまでは、クラシックのね、音楽っていうのは、まあ、ほら、例えば、アンサンブルとかさ。まあ、でかいオーケストラか、そうじゃなかったら、サロンでやるんでも、何人かの編成で聴かせるものだったのを、ピアノリサイタルって、要するに一人で出てって弾くっていう形態を初めてやったのはリストなんですって。
いや、つまりもうモテモテリストだから、可能だった、あり得た。ピアノ1台に弾くやつ1人、俺1人で、成立するぜ、この場はっていうのをやり始めたのは実はリストだったと。でね、で、そのリストのピアノリサイタルには女性たちがものすごい押しかけてですね、彼はなんか手袋を脱ぎ捨てるらしいんだ。そうするとそれに飛び出て拾うとか、おひねりならぬ、宝石みんな指輪とかさ、ルビーとかさ、そういう宝石をね、投げ込むんだって。舞台に。とかね。あと、その、彼の舞台に花吹雪を降らせたいって言って、街中の公園の花がむしられるとか。とにかくね、もう、杉良太郎様もびっくりしないね。な感じのフィーバーで。まあ、とにかくリストっていうのは、大変にその人々を、特に女性を熱狂させて、本当に文字通り出身っていう、人たちが続出。で、まあ、だから私はこの本なぜね、なぜ、何故にリストはそんなに女たちを出身させたのかっていうんで、まあ、私はこのタイトル見て、てっきり、そのリストのその、なんつうんですか、このセクシーな一面みたいなね、物語が書かれているのかな、なんて思って、まあ、非常にこう世俗的な興味のもと、買ってみたら、これがね、結構真面目な本だったんですよ。いや、ね、本当にこれはね、嬉しい誤算。非常に真面目な本でして、要はですね、まあそれまでの伝統的な、その封建社会の中における貴族社会。まあ限られたサロンで、本当にこう貴族たちが、めでる芸術から、大衆を化していくというか、その慣習というものを相手にしていくものになっていくっていう、その時代の変わり目、ちょうどその時代の変わり目のところにいて、まさにその慣習というもの、大勢の人たちがあるホールに集まって、それでもうまあ、ある意味、私に体感をくださいと言って、まあ、口を開けて待っている状態になっているところに、何を投げ込むかっていう、そういう能力が芸術家に求められる時代のトップランナーなんですね。ファーストランナーとして登場したこのイケメンリスト。ああ、なるほどってことでですね。まあ、要は、このリストを通じてですね、その、芸術のあり方、アーティストのあり方っていうものがこうね、変化していく時代を描いているという本です。浦久俊彦さんの本で、新潮新書、フランツーリストはなぜ女たちを失神させたのか、でした。朝木久仁子の週刊本ナビ、いかがでしたでしょうか。本日ご紹介した作品はすべてホームページでも紹介しています。また番組内容はポッドキャストでも配信しますので、ぜひ番組のサイトをチェックしてください。それではまた来週です。月曜夜9時にお会いしましょう。お相手は朝木久仁子でした。